皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。 WAP2 のテッシーです。さて、今回は任天堂スイッチのオンラインで実施されている超お得なセール情報をお届けいたします。ご紹介させていただくタイトルは全部で14本。今回も前回同様に過去に WAP2 で一度でも紹介したことがあるタイトルに関しては過去のセール価格も合わせて紹介していますので、これまで以上に欲しいタイトルの購入時期を見定めるにはもってこいの動画となっています。またタイトルの紹介はセール終了時期の早いものから順番となっておりますので、そのあたりも踏まえて最後までしっかり視聴のほどよろしくお願いいたします。というわけで、それでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介するのはエテルナノクティス。こちら定価3900円が6月3日まで 50% オフの1950円となっています。本作は手書き風ビジュアルでダークな世界観が特徴のメトロイドバニア。宇宙を生み出した最高神カオスと争いを原因に不死となる呪いを受けた2つの種族にまつわる物語を描く。プレイヤーは失った力を取り戻さんとする闇の王として、数々の試練やクエストが待ち受ける16のエリアを通し、広大なエテルナの世界を冒険する。近接、遠隔、魔法に分かれたスキルツリーによって自身の能力を強化。テレポートやダッシュといった能力を駆使しながら100種類以上のモンスターや強力なボスに立ち向かっていきます。本作クリアまでのプレイ時間が50時間以上と昨今のメトロイドバニアの中でも相当なボリューム。ちなみに難易度はかなり高めとなっていますのでご注意を。こちら前回紹介時からあまり間がなかったのですが、約800円の価格ダウンと大幅にお得度がアップしていましたので紹介させていただきました。次にご紹介するのはアルファディアネオ。こちら定価1320円が6月4日まで 20% オフの1056円となっています。本作はスマホアプリで人気の RPG アルファディアシリーズで、前作から約8年ぶり8作目となる作品がスイッチ版として発売された、命の本質と決断を描く本格 2D ファンタジー RPG。 エナジをめぐる争いが勃発した3つの大陸、故郷の王国を滅ぼされた王女と記憶を持たない青年が出会い、歴史の歯車が少しずつ動き出す。戦闘はターンごとに行動を選択するシンプルなコマンドバトル方式。各キャラクターはそれぞれが保有する3つのスタイルに変更が可能。スタイルによって隊列をずらしたり、回復時には回復の得意なスタイルに変更してから回復するなど、より深い戦略バトルが味わえます。多くのサブクエストや膨大な種類の魚がいる釣り要素など、寄り道も含めボリュームも十分で、昔懐かしい RPG を存分に満喫できる作品。過去作との関連性もなく、本作から楽しんでいただけます。こちら前回紹介時のセール価格が1188円と約130円の価格ダウンとなっています。3本目にご紹介するのはアストロニーヤ。こちら定価3000円が6月6日まで 35% オフの1950円となっています。本作は未知の惑星を探索していくオープンワールドのサンドボックス型アドベンチャー。プレイヤーは25世紀の宇宙で一攫千金を夢見る探索者。宇宙の辺境に浮かぶ過酷な環境下の惑星を探索しながら、資源を手に入れたり惑星にある建造物を見つけたりして隠された秘密を解いていきましょう。最大4人のプレイヤーによる同時プレイも可能。巨大な基地を建設したり、乗り物を使って遊んだりしながら友達との協力プレイが楽しめます。こちら過去に2度 WAP2 で紹介しておりますが、いずれも1950円と価格変動していませんので、これまで未購入の方はぜひプレイしてみてください。次にご紹介するのはアスタブリード。こちら定価2000円が6月6日まで 80% オフの400円となっています。本作は縦横そして奥行きのあるステージがノンストップで次々とシームレスに変化していく 2.5D のシューティングゲーム。プレイヤーは異星と地球の技術が融合した機体クロスブリードを操り、無数に群がる敵をなぎ倒していく。通常のショットのほか、剣による攻撃や広範囲自動ロックオンでまとめて敵を一掃するなど、アクション要素を取り入れた爽快感抜群のゲーム性が秀逸。またボイスによるストーリー展開やロボットファンも唸らせる作り込まれた機体の造形など、10年近く前に開発されたタイトルとは思えないほどハイクオリティな作品です。もともと定価でもおすすめしたいくらい、シューティング初心者にもぜひ遊んでみてほしい一本です。5本目にご紹介するのはクリークス。こちら定価2200円が6月6日まで 60% オフの880円となっています。本作はチェコの開発会社アマニタデザインの手によるパズルアドベンチャー。主人公の青年の部屋を突如襲う大きな揺れと鳴りやまないキシミ音。揺れが収まった後に部屋に現れた謎の穴に青年は好奇心を抑えられず、懐中電灯を片手に穴の奥に見つけた長い長いはしごを降り、奇妙な世界を探索する。穴の中の世界では家具が変化して主人公を襲う怪物になったり、ラッパを吹いて
ている鳥のような人がいたり、建物より大きい巨大な手が存在していたりと不思議だらけ。様々なキャラクターとの出会いやパズルをクリアして、建物の揺れときしみの謎を解き明かしましょう。少しホラーめいた雰囲気があるものの、美しい手書きビジュアルとアニメーションやユーモアのあるキャラクターたち、そして主張しすぎずそれでいて耳に残る素晴らしい BGM と魅力が満載の作品となっています。こちらも過去に2度ワプ2で紹介しておりますが、価格変動しておりませんので、いつ購入していただいても問題ないかと思います。続いてご紹介するのはクロワルールシグマ。こちら定価2000円が6月6日まで 70% オフの600円となっています。本作は次々と湧き出てくるモンスターを美少女たちがなぎ倒していくという爽快感抜群のアクションゲーム。4人の少女から1人を選択し、魔法騎士学園の試練に挑む。各フロアごとに湧き出てくるモンスターたちを全て倒し、次の階層へと進むことで彼女たちの物語が展開します。戦闘ではボタン連打によってコンボがつながっていく通常攻撃のほか、各武器ごとに設定されている固有の必殺技や主人公一人一人に用意されている奥義などの特殊アクションがあり、それらを組み合わせて自分なりのコンボを確立し敵を倒していきましょう。メインのストーリーモードをはじめ計7種の多彩なモードを搭載しており、やり込み要素も満載の作品です。7本目にご紹介するのはごく普通の鹿のゲーム、ディアシミュレーター。こちら定価1980円が6月6日まで 40% オフの1188円となっています。本作は首が伸びたり二足歩行でダッシュしたり車を運転したりする鹿が街を破壊してストレスを発散させるというスローライフ街破壊ゲーム。2020年1月に Steam でアーリーアクセス版が公開されて話題になり、多くのフィードバックを得て家庭用ゲーム機でも遊べるよう開発された作品です。街での生活を通して鹿のポテンシャルを解放していくのですが、悪いことばかりしていると癖の強い動物の警官が現れてくるので注意が必要。作品タイトルとは全く逆の普通じゃないおバカゲー感満載のゲーム性に終始ニヤニヤしてしまいます。常識にとらわれず何でもありな奇想天外の世界観を楽しみましょう。こちらも前回ワプ2で紹介時のセール価格から価格変動していない作品となっています。続いてご紹介するのはグッドライフ。こちら定価3980円が6月6日まで 40% オフの2388円となっています。本作は借金を抱えたジャーナリストが数々の謎や殺人事件を解き明かしていく借金返済 RPG。 主人公は借金を抱え途方に暮れるジャーナリストのナオミ・ヘイワード。彼女が依頼を受けてやってきたのはニューヨークから遠く離れた世界で一番幸せな場所と呼ばれる街、レイニーウッズ。カメラを手に調査を始めたナオミは、街とそこに住む癖のある人々が多くの秘密を抱えていることに気づく。しかも夜になると住民たちが犬や猫に変身するという奇妙な現象が。さらにそんな謎に追い打ちをかけるように起こる殺人事件。果たしてナオミは真実を解き明かすことができるのか。今作ではストーリーを進行させることでナオミ自身も犬や猫に変身することが可能に。犬になれば鋭い鼻で町の住民たちを追跡することができたり、猫になれば高い建物に登ってそれまで行けなかった場所を探索できるようになったりと、推理ゲームにありがちな地道な探索とはまた一味違ったプレイが。写真を SNS に投稿してお金を稼いだり、野菜を育てたり、動物に乗って丘をかけたりと楽しみ方は無限大。広大なレイニーウッズで不思議な RPG ライフを体験してみてください。今作ワプ2で過去2度紹介した時のセール価格が2786円、今回約400円の価格ダウンとなっています。次にご紹介するのはランプ。こちら定価574円が6月6日まで 30% オフの399円となっています。本作はただひたすらにスケートボードに没頭するハーフパイプスケートボードゲーム。用意された4つのハーフパイプコースをシンプル操作でトリックを決め楽しみます。今作最初にお伝えした通り、トリックを決めた際にトリック名が表示されるだけで、スコアやミッションなどは一切なく、ただただ画面内のキャラクターを操作するだけなんですが、心地のいい BGM とのどかなグラフィック、そして絶妙な操作性が相まって、気づけばいつまでもプレイし続けてしまう異常な中毒性を持っています。ゲームというよりはある種おもちゃを購入した感覚をイメージしてもらうのが一番近いかなって思う本作。この感覚ぜひ一度体験してみていただきたいです。10本目にご紹介するのはすすめ自転車ナイツ。
こちら定価1980円が6月6日まで 50% オフの990円となっています。本作は2人の女の子の友情物語を描くアドベンチャーゲーム。1980年代観光客が減少傾向のとあるイギリスの島を舞台に、ある日出会った2人の少女デメルザとネッサ、そして1羽のガチョウが改造した自転車でお宝探しの大冒険を繰り広げる。ゲームは異なるスキルを持つ2人の主人公を1人プレイ時には切り替えながら、2人プレイ時には友達と協力しながら謎を解き進めていきます。また自転車はゲーム中に集めた宝物を渡すことでカスタマイズが可能。自分だけの愛車を作ることが。絵本のようなグラフィックで描かれたファンタジーなストーリー、そして個人的には BGM が最高に魅力的な作品です。今作も過去に2度ワプ2で紹介した時のセール価格が990円と価格変動のない作品となっています。続いてご紹介するのはフィグメント2クリードバレー。こちら定価2499円が6月6日まで 25% オフの1874円となっています。本作は人の心の中の世界を冒険する絵本のような手書きアートが特徴の 3D アクションアドベンチャー。悪夢によって正しく機能しなくなってしまった心の平和を取り戻すため、主人公ダスティと相棒のバイパーはクリードの谷と呼ばれる場所を目指し旅をする。開いた心と閉じた心を切り替えて解くパズルや、ボスの攻撃を音楽に合わせてかわすミュージカル決戦など、独特な世界観に合わせたゲームシステムが特徴の本作。パズルもアクションも程よい難易度でバランスよく、大人から子供まで楽しめる作りとなっています。前回2ヶ月前の4月に紹介した時のセール価格が2124円でしたので、250円の価格ダウンとなっています。続いてご紹介するのはロードス当選機ディードリッド・イン・ワンダーラビリンス。こちら定価2480円が6月6日まで 30% オフの1736円となっています。本作は水野良子原作によるファンタジー小説の金字塔ロードス島戦記をモチーフとした探索型 2D アクションゲーム、いわゆるメトロイドバニア。プレイヤーは主人公ディードリッドを操作して、精霊や様々な武器、魔法の力を使用して数々のギミックを突破し、広大な迷宮を進み謎を解き明かしましょう。原作に登場するキャラがたくさん登場するものの、キャラの説明や特徴などが説明されることなく、ムービーなどもありませんので、原作ファンが購入するとがっかりされてしまう本作。逆に高難度 2D アクションゲームとしては原作を知らなくても十分に楽しめるものとなっていますので、メトロイドバニア好きには間違いなく買いの作品となっています。本作ワプ2 3度目の紹介となりますが、いずれも1736円と価格変動のない作品となっています。続いてご紹介するのはコールオブファレスガンスリンガー。こちら定価2200円が6月7日まで 80% オフの440円となっています。本作は19世紀末から20世紀を生きたアメリカのカウボーイサイラスとなり、当時の銃を使って襲いかかる強敵を倒していく FPS ガンシューティング。本作にはビリー・ザ・キッドやパット・ギャレット、ヘンリー・プライマーやダルトン兄弟など古き良き西部の偉大なるレジェンドが多数登場。伝説の裏に隠された物語を体験することが可能です。リボルバー拳銃や長銃、散弾銃やダイナマイト、そしてガトリング銃などスコアを重ねることで新しいスキルや伝説の武器を入手、多彩な武器を使用して爽快に敵を倒していきます。また加速度センサーと HD 振動に対応、グラフィックもレベルが高く、西部開拓時代のアメリカが見事に再現されているので没入感も抜群です。やり込み要素も多く、周回を重ねても飽きない工夫が施されている本作。セール価格の変動が上がったり下がったりと、今回一番買い時の難しいタイトルなんですが、前回がかなりレアな設定でしたので、440円は絶対ありのタイミングだと思います。そして今回最後にご紹介するのはリコロンドン。こちら定価2980円が6月14日まで 75% オフの745円となっています。本作はエキサイティングなマルチプレイ可能の FPS シューティングゲーム。イーストエンドのギャングが潜む高層ビルをドアをぶち抜いたり銃弾を避けたりしながら、倒した敵の武器を奪って戦い最上階まで到達するのが目的。各部屋に突入するたびに数秒間動きがスローモーションになるので、突入時にどれだけ敵を倒すことができるかが重要。ヘッドショットなどでなるべく無駄打ちをせず、効率的に敵を倒していきましょう。また今作最大の特徴はステージ生成機能。ステージ構成、形、敵の配置、アイテムや解除する爆弾の位置など全てがプレイするごとにランダムで生成されるため、攻略も変化し、毎回違う気持ちでプレイすることが。シンプル操作で気軽に FPS が楽しめる作品です。
さて今回は任天堂スイッチの超お得なセール情報ということで14本のタイトルをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回紹介したタイトルの中で過去紹介時から値動きがほぼされていないタイトルに関してはもちろん GO なんですが、1本目に紹介したエテルナノクティス、あと11本目に紹介したフィグメント2あたりはもしかするともう少し値下がりしそうな気はしますね。もちろん現状の価格でも十分におすすめできる作品として紹介していますので、今回購入していただいても問題ないです。結局プレイしたいと思った時が買い時で、いつまでも価格落ちもあってプレイできないっていうのももったいないですからね。あと今回ワプ2では珍しくシューティングを紹介しましたが、アスタブリード、これはめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひプレイしてみてください。またプレイした感想などもコメントにてお待ちしております。さてワプ2では任天堂スイッチを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter、TikTok のフォロー、サブチャンネルの視聴もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。We'll be right back.